どうも皆さんこんにちは、レッドです。私が今乗っているこのハイゼット、何かが物足りないと皆さんは思いませんか？あ、そう。シートベルトが純正で物足りないです。もうシートベルトは見ての通り結構ね、年季が入っております。この部分とかもうすっごいボロボロ。そしてお気に入りのモモのスパイダーのステアリング、これ気に入っているんですけどね、グリップ部分がめちゃくちゃボロボロです。せっかくかっこいいステアリングをつけていてもこれじゃあ台無しです。そこで今回もいつもお世話になっているエルティードさんにシートベルトを送ってカラーチェンジをしてもらうのと、ステアリングの張り替えをねしてもらおうかなと思っております。いつもありがとうございます。ということで、シートベルトとステアリングの取り外しが完了いたしました。で、あとはこの取り外したものをエルティードさんに発送するだけなんですけど、すべて任せっきりっていうのもね、なんか悪い気がするので、このステアリングのグリップ部分を私なりに面白い加工をしていきます。ということで、ステアリング本体とグリップ部分の分離作業が終わりました。発送の準備が整ったので、エルティードさんに届けてきます。今回はボロボロになったステアリングとシートベルトを今以上にかっこよく仕上げていきます。東京まで荷物を送ってきました。疲れた。そしてステアリングとシートベルトを加工してもらってる間に、私はこちらハンドルのグリップ部分を加工しちゃいます。バラせるものをバラしちゃいましょう。次に表面のプリントを削り落とします。おら、こんな感じで表面のカーボン調を取り除きました。次にこの3つの穴を塞ぎます。本来であればデザインビスが3つ入っているんですけど、加工するときに邪魔になるので穴を埋めちゃいます。裏に余分な材料があるので、これを溶かしてね埋め込みます。おら、そしたら次にこちら、キクメンドットアジアのノンパラフィン樹脂カラーがクリアに硬化剤を 1% から 2% 混ぜて、この表面に薄く塗っていきます。ある程度時間が経ってくると、表面がセロハンテープみたいにペタペタしてきます。ある程度乾燥するのを待ちます。表面に粘り気が出てきました。なのでいつものようにカーボンクロスを貼っていきたいところなんですけど、今回は新しい材料を手に入れているので、そちらを貼り込んでいきます。それがこちら、シルバークロスです。またはシルバーカーボンとも言います。こちらの材料は裏表があって、今が裏です。で、こっちが表なんですけど、シルバーなのが分かりますかね。これはガラスクロスにアルミを蒸着させたものになります。
なのでこっち表面はねアルミがついてると思ってください。通常のガラスクロスは樹脂を塗り込むと透明に近い状態になるんですけど、こちらはアルミ蒸着されているので樹脂を塗り込んでも透明になりません。もうこのまんまが仕上がりの状態になってきます。これで今空気を遮断したので1日待ちます。しっかりねくっついてくれております。そしたら次に樹脂を染み込ませていきます。塗り込んだ樹脂が触れる程度固まったらもう一度樹脂を塗り込んでいきます。そしたら余分な部分を削り落としていきます。今余分なところを削り落としたので排水ペーパー320ぐらいで一度表面を整えていきます。ここで削りすぎてしまうと模様を崩してしまうので、あくまで表面の凸凹を整えるぐらいでとどめててください。次にこの磨き終わった表面をアセトンを使って一度きれいにした後に、こちらインパラフィン樹脂の主剤と硬化剤を混ぜて表面に薄く塗っていきます。こちらはインパラフィンの樹脂になるので塗り込んで乾燥した後は表面がカラッとした仕上がりになります。そして塗り込みイメージは薄く均等に塗り込んじゃってください。ペーパーを使って表面を仕上げたら、脱脂剤を使って表面の油分や汚れを落としてあげます。そしてシルバーカーボン仕様にしたい場合はこのままクリア塗装をすればいいんですけど、皆さんご察しの通り私はキャンディーレッドを使っていきます。そしてキャンディーレッドを塗装していく前にほんのちょっとだけコスミックフレークを入れていきます。コスミックフレークは細かいラメで、キャンディー系の塗装をする前に塗装しておくとギラギラ感が増してすごく綺麗になります。これは私のこだわりポイントです。ではいよいよお楽しみのキャンディーレッド塗装していきます。次にクリア塗装をしていきます。最初は表面にパラパラーと吹きかけて膜厚を作ってあげます。
捨て拭きのポイントは表面にパラパラっと拭きかけてツヤが出ないように塗装することです。先ほどはツヤを消すように塗装したんですけど、今度はツヤを出すようにたっぷり塗装していきます。これで塗装作業が終わったので完全硬化するまで時は加速する。ということで完全硬化しました。ツヤがなくなるまで全体を磨いたらコンパウンドを使ってツヤを出していきます。3M のウルトラフィーナコンパウンドプレミアム。ツヤが出てきたね。おー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 、いいね。そしてさらに仕上げ用にウルトラフィーナコンパウンド HGN。よっしゃ、磨き終わりました。これが塗装だけでツヤを出した状態です。まあ表面が、まあ、綺麗なのは綺麗なんですけど、すごく反射してるわけではございません。そして磨き込んだグリップ部分は反射効率が良くなってめちゃくちゃ綺麗です。やっぱ磨いた方が綺麗になりますね。さあこれで私がやれることは全て終わったので、あとはシートベルトとステアリングの到着を待つだけです。はい、2週間が経過してまずはシートベルトが到着いたしました。じゃんじゃじゃーん。今回のシートベルトにはエルティードさんのロゴが入っています。めちゃくちゃかっこいい。そしてシートベルトの差し込み部分はもともと灰色だったんですけど、今回ブラック塗装をしてもらいました。やっぱこういうところの塗装はね、ベルトを外した時に塗装しておくのが一番効率がいいですよね。そしたら最初にシートベルトを組み込んじゃいましょう。あとはステアリングが到着するのを待ちます。ついに届きました、張り替えステアリングです。じゃじゃーん、めっちゃ新しくなってる。グリップ部分はカーボンレザーを使用して、ステッチはレッドカラーを選択しました。張り替えをしているので新品以上の仕上がりとなっております。カーボンかっこいいね。あとは私が作ったこのグリップ部分を組み合わせていけば完成になるんですけど、この塗装部分に注目してください。この部分にはもともとホワイトカラーが入っていたんですけど、かなり年月が経ってボロボロになっています。そしてこのモモのイエローカラーが個人的に気に入らないので、レッドカラーに仕上げていきます。色が入りました。
オッケー、めっちゃかっこいい。あんなにボロボロだったメーカーロゴも今は綺麗なレッドカラーに。そしてカーボン調からレッドカーボンに生まれ変わったグリップ部分、これはめちゃくちゃかっこよくてモチベーションが上がるな。ちなみにこれが前回作った作品なんですけど、皆さんはどっちが好みですか？私としては今回作った作品の方がグリップ部分が色鮮やかになっているので、個人的には今回作ったものの方が好きです。さあ、これでシートベルトとステアリングが完成したんですけど、ついでなのでこちらウィルマックス、こちらの商品スプレーするだけで1週間抗菌することができて、ノンアルコールなので下地を傷めることなく、布製品、革製品、プラスチック、金属、木材、ガラスなどに使うことができるんです。なのでよく触れたりするステアリング部分にシュッシュッ、スプレー跡が気になる場合は布で拭き取ってあげます。ドアノブ部分にもシュッシュッ、シート部分にもシュッシュッシュッ、ささ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 さ、さ、これで1週間の抗菌作用が得られます。ちなみにノンアルコールなので、お子様やペットがいるご家庭でも安心して使うことができます。今回張り替えをしてくれたエルティードさん、そしてシルバーカーボンを提供してくれたキクベンドットアジアさん、本当にありがとうございます。ちなみに2024年東京オートサロンなんですけど、エルティードさんがレッドメモリーの枠を一つ開けてくれるみたいです。まあ、コロナの関係でどうなるのかまだわからないんですけど、コロナの状況次第では来年は行きたいなーって感じなんですけど、こればかりはねどうなるのかわかりません。なので展示することになったら、エルティードさんのブースに皆さんぜひ遊びに来てください。それではあなたのカーライフが楽しくなるように、レッツカーエンジョイ。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ブログをやっていて、動画を配信する先に最新情報が載っていることがあるので、気になる人がいましたらぜひチェックもよろしくお願いいたします。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。